ゼロ音ですか。でこれすぐ済ませたいと思うんですけど、うん、劣化しちゃったなって。そうこれはね、無理やり第2弾。デザインひどいなと思って。ひどいですね。ひどいよね。あの機械では終わらせたくないよってもうそれじゃないですか、うん、これはね一気に萎えた。デザイン見た瞬間に萎えましたね。もうあの機械では01っていう2番煎じの企画を見た瞬間に萎えたけど、はい、加えてこのデザイン見た時にひどいなと思ってね、はい、だからあっちには理由があったんですけど、うん、こっちはそのままスライドしただけなんで、うん、なんで頭ツルツルなんですかって時にいや別に機械だと違いをつけようとしただけっていう、うん、そんな感じだと思うんですけど、うん、で一応兄なんですよね。いやそういう設定ですね、はい、兄かよってなんか後から出てきてかっこ悪いのに兄って都合がいいなって機械だより偉いんだぜ強いんだぜってことをあの設定だけで決めちゃって、うん、こっち側としては機械だが兄なんじゃないのって。確かさ01って完全じゃない、良心回路持ってんじゃなかったっけ。いやなんか分かんないっす。確か良心回路持ってると思ったんだよな。こっち悩まないってことですか。悩まないし、だけどじゃあなんで青と赤なの、それでなんで機械が透けてんのっていう、そこがねなんか納得できない。説明できないですなぜかというとスライドなんで、ね、機械だの確かこれ良心回路できてるんですよ。もうなるほど完全体のはずなんですよ。まあそのまんまですね、うん、同じもののちょっと違うの帰ってきたウルトラマンと一緒ですよね、うん、説明しろって言ってもいや機械だの仲間ですっていうことしか。ちなみにあの原作の方でダブルオーって出てくるの知ってます。いやわかんないです。で原作の方ではね、原作というか、まあ、少年サンデーでやってた漫画の方では石森先生がダブルオーっての出したんですよね。ゼロゼロって書いてダブルオーっていうの。ああじゃあ3人目ってことですか。3人目がいるんです。へえ、うん、もう内容忘れちゃったけどね、まあ、歌はかっこいいですけどね。ゼロはそのただいや、まあ、主題歌も機械の方が好きだったな。ああの01の方が少し明るいんですよ。あ確かに元気元気みたいな感じで。あ確かに確かに。まあ機械だのがいいですよね。うん機械だ。だからもう比べ物にならないね。話は比べ物にならないし、まあ、音楽主題歌も機械だのが好きだったかな。まあ、それがこの理由は第2弾っていうだけですっていうことの、そうそうあの中身のなさ、あの仕方ないですよね。やっぱりダメだよね2番煎じはやっぱり。でも作ってる方にも言い分あると思いますけどね。あれだってやれって言われたんだよっていう、そんなに次から次と新しいの作れるわけねえだろってなる。そうですね。だったらそんな終わらせることねえだろってこっちは思うんだけどね。うん、でも終わらせないとおもちゃとかそういうことだから。次のおもちゃも大人には大人の事情があるんだよってのがね。そうですね。あそれも少し考えてあげないと、うん、考えてあんまり一方的にあのバカじゃないのとか言っても子供はねでもしょうがないんだよね。これわかります。なんだこれネワロマン。アイゼンボーグか。アイゼンボーグってあのアニメと実写の合体。アイゼンボーグってこんなのなの。ですからあの変身する前々はアニメなんですよ。うんあのボーフリーみたいにアニメと実写の合体みたいな感じで、はいはい、これもあの変身する前はアニメ、はい、変身すると実写になるんですよ。あこれは俺初めて見たわ。で僕見てないんですねこれ。あそうなんですか。あの特撮の歴史をたどろうと思って入れたんですけど僕知らないんですよ、うん、でああバッターもんだなっていうあのウルトラマンみたいじゃないですか。ああなんかやろうぜっていうことだと思うんですけど、うん、アニメと実写のあのそのまあアイデアはなんか面白いんですけどね、うん、変身すると実写になるっていう、まあ、そこだけが売りだったんだろうね。そうですね、うん、ロボット刑事なんですけど、はい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 、でまあ、当時ちょこっと本放送見たかな。
で子供なのでいろんなとこちょこちょこ意味がわからなくて、うん、まあ意味がわからないのも面白いかなって。最後マザーってなんか変な石像みたいなのが出てくるんですけど、うん、あれもよくわかんないんですよ。あの説明してたのかわかんないですけど、僕はされた覚えはないんですけど、いやだからなんかあるとマザーって言ってお母さんのとこに駆け込むんだよね。エネルギー補給みたいな感じになってるんですけど、そのマザーってどこで、いやその説明は多分最後までないでしょ。最終回は分からんけど、やっぱりないですよね。最初の頃はないと思います。確か僕見てて、うん、あれ説明されてないんだけどマザーって何、うん、って説明されてないけど、まあその経営にそういうことをする存在で、しかも見かけがさああいう存在だから、うん、まあお母さんロボット的なものなんだろうなとは思って。そうですね、うん、だから子供の時の僕でも、うん、神ではないなっていうのはなんとか分かったんですよロボットなわけですから、うん、ロボットのお母さんだから、なん組織の側の、あ、うん、あのなんかロボットなのかなって、なんかよくわからないなって。そうそう、だからマザーってかっこいいけど何なのよって。そうそう、だからね、私もねやっぱり子供だったし設定考えなかったよね。だから作り手としてはさ、そのマザーの正体について興味持たせたかったんだと思うのよ。ところが子供はそんなの興味なくて、興味ないというか興味持ちづらくてさ、もっと分かりやすくね、マザーとは一体何者なのかとか言ってくれればさ、ああそうですね、あれだけど、ああ普通にさ描写してるだけでさ、自然と自分からそういう疑問持たないんだよね。ああ逆にわけわかんない世界観で、ほんでちょっと離れたってなるんですよ。あでも今喋ってて思ったんですけど、うん、自分怒ってないですわ、うん、やっぱり仮面ライダーと違うから、うん、ワクワクしました、うん、だってマザーみたいなのも仮面ライダーになかったじゃないですか、うん、やっぱり仮面ライダーを基準としたんで、うん、マザーあ面白いって当時思ってましたね、うん、それでこう同じなのを用意したのはこれ背広を着てんですよ、うん、体の大きさが違うじゃないかって。そうそう、30歳ぐらいで気がついたんですけど。あそうなの、はい、結構昔から指摘されてたけどね。あそうですか、うん、気足してるっておかしいですよね、あの体にこれ来たら。子供の時は気がつかなかったけどね。ただそうなんです、だから、うん、あの体にこの赤いの着せたらお相撲さんみたいになっちゃうんでまあこうなりますよね、うん、どうしても、うん、で子供の時は気がつきませんでした。だからあれなんだよ、圧縮スーツなんだよ。あこう蛇腹が閉じるんですか。いや分からんけど、あれ圧縮してるんだよ多分。であのスーツを脱ぐと一気に元の体に戻るのよ。まあぶっちゃけどうでもよくて子供の時気がつきませんでしたから大人になった時になんか重箱の箸じゃないですけど、なんだなんだなんだって、なんかよく見ると変だぞってなんか随分スリムだなって、うん、それは30歳ぐらいの時思ったんで、ああのそれはそんなにあの文句もないんですけど、うん、だってこっちの方がかっこいいですもんね。まあね、ど正直にあのボディに服着せたら、うん、なんだカニみたいになっちゃいますもんね。あれ K 変身するときなんつうんだっけ。あれ変身するんですか。変身っていうかそのスーツを脱ぐときさ。ああ忘れました、なんだっけな、なんか言うんだよね、なんか言ってでスーツ脱ぐんだけど、そのときにそのスーツを腕でくる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 回してるんだよ、はい、あれこっちのこれですか。その状態でスーツを袖に通したままくるくる回してで、まあ、脱ぎましたよみたいな感じになる。あ私脱ぐとすごいんですみたいな感じになるわけ。あでそれがさ、なんかその腕くるくる回しているのがなんかやっつけ感があってね、あのものすごいビュン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 回してるんだったらおかっこいいってなるんだけど、あんまりうまく回ってないんだよね。あそうですか、うん、あれあんまそこ覚えてないな、うん、なんか小林清が出てるって。小林次元大輔の、あ清さん、あはい、なんかそうなん、やっぱ声優さんって俳優さんとつながってるんで、うん、あの小林清が出てるって、あのそうなんだ、レギュラーかどうかわかんないんですけど面白いなって、まあ、やっぱこれも30歳ぐらいの時にうそうだったんだって、まあ、その子供の時にそんなことが分かるわけないんで、まあええ、おああそうなんだ、見返してみようかななんて。まあ小林清さんあのでも顔わかんないななんて、ええ、
あ、お、何を言いたかったか思い出しました。高階賀さん出てますよね。あ、賀さん出てますよ。いや、見直した時に嬉しかったですよ。あ、もう一回高階さんが見れるって。ああ、もう好きなんで僕。あ、でも最初の頃結構憎まれ役だったよね、 K のこといじめてさ。あの YouTube かなんかで1話と2話ぐらい見て、うん、もうその分の記憶しか見がらないんですけど、うん、出てましたね、うん、あ、かっこいいって。いや、 K のこといじめるのよ。で、あの家に娘が2人ぐらいいるんだけど、結構美人な子なのよね、はい、で、その子たちがさ、 K に優しくしてあげるとさ、そんなロボット野郎なんか優しくしなくていいんだみたいなこと言うのよ。あで、俺子供だったけど、ひでやろだなと思って見てたんですよね。あ、そんなはっきり覚えてるんですか。覚えてる覚えてる。だってもう結構小学校の、うん、結構覚えてる。僕は全然、うん、暴れてるとこしか覚えてない。あ、そう、ロボットが。高階賀さんが出てるんだ。そうそう。で、これは見返した時の喜びですね。後追いっていうか、 あんな有名な人が出てたんだ。もう一度。何で有名かな。あの、僕は麻雀放浪記で大好きなんですけど、でもうあの頃がもう、あの後ちょっと活躍してお亡くなりになったと思うんですけど、ジャイブのコマーシャルに出てたりして、コーヒーの、あの高階賀が、あ、ロボット芸人出てたのか、ちょっと見返してみる、あ、出てるって、うん、これは二度おいしいやって、あ、新しい作品として見れるなって、ええ、でやっぱこの刑事ロボット刑事系の頭がちょっと残念、惜しいなってまたツルツルって、うん、ここら辺かっこいいのになんだ頭もったいないなってもうちょっとなんとかできなかったのかなって、うん、ベルトのあれ、ベルトの径ってのもちょっとね。そうですね。コンドルマン。コンドルマンはちょびっとだけ知ってるんですけど、うん、どういう印象かっていうと、うん、気持ち悪いですね。なんか変な、うん、SM みたいな格好じゃないですか。子供の時は SM とか知りませんでしたけど、なんか変な人。あ、いや別にそれは感じなかったけど、それ言ったら正義のヒーローみんな変な格好してる。あ、でも血行仮面みたいじゃないですか。血行仮面、長い坊先生の血行仮面の方、あの体顔を隠して体むしろ血行仮面の方でしょ。血行仮面に似てません。どこが、あの顔を隠して体隠さずって血行仮面ですよね。そうだけど、むしろ月光仮面ですよね、むしろこっちは。ああ、そうっすか。なんかパンツみたいなんか頭かぶってんの、なんかかっこ悪いよって当時思ってました。あの応援しないなって、ええ、ちゃんと見てませんでしたけど。だから多分月光仮面に近いからデザイン的に古いか感じたのかもね。あとこのぴったりしてるそのライダーみたいに、うん、胸板とか腹筋とかないじゃないですか。あ、それは気持ち悪いんですよ。なんか変な人みたいで、あ、なんかやばい人みたいで、あの昔の宇津井健さんのスーパージャイアンツみたいな感じかな。あ、分かんないか。だから、うん、あんま見てなくて存在は知ってたんですけど、あ、ってなんかあんまかっこよくねえなって。あ、かっこいいですか。どう見えます。いや別に何も感じないですね。かっこいいとも思わないけど、別にかっこ悪いとも思わないですよ。強そうじゃないですし、なんか人間なのか超人なのかサイボーグなのか。いや多分人間だなと思うけど、まあ、あ、そうですか。これなら人間が変身してんだろうねと。だから皮膚問題がないから、あ、明らかにコスチュームとして着てんだろうなと思うから。ああ、じゃあもう全然みんなはどう思ってたんですかね。ライダーや機械だから比べたら全然落ちると思うんですよね。ああ、だからだってあれはほら変身ヒーローじゃないですか。はい、あ、これも変身ヒーローなんだけど。あ、これ着てるんですか。私はそう思ってるんだけど。ああ、じゃあ弱いですし、もう全然憧れないですね、うん、僕は。ああ。だって格闘家より弱いんじゃ話にならないですよ、ヒーローとして。いや、格闘家より強いんじゃない。何かしらの力を持ってるんじゃないの。あ、そうですか。多分。私、コントロールマンよく知らないけどさ。だから何かしらの設定で強い力はあると思うんですよね。当然それはあると思うんです。
我推しみたいに好きなものだけ集めてるわけじゃないんで、あ歴史を追うようにそうすか、あのチョイスしてるんで、あレインボーマンですね、ですね。これ先輩動画でなんか散々というか詳しく語ってましたよね。あこれはだって途中までは熱中して見てたからね。僕も本放送で見てます、うん、で56歳だったと思うんで、うん、ただただ怖い、うん、だからよくできてるってことです。 あの極端なこと言って、うん、あの震え出ました。あ怖くて怖いよね。ええ、で本当の話とは思ってませんけど、もう完全にのめり込んじゃってて、うん、あの敵の人たちもそうそう死ね死ねだね。まあ子供の時って腕力もかなわないからそれも加わってると思うんですけど、あの怖くて怖くて、だってねショッカーのさ戦闘員っているじゃないですか。はい、あれ怖くないんですよ。なんでかっつうと、あんな格好したやつ街中に出てくるわけないって分かるから。なるほど。ところがさ死ね死ね団のさ隊員たち団員たちってさ、はい、なんか一応スーツっぽいの着てるじゃないですか、はい、で顔も変なマスクでしょ、はい、あれ普通の人がしたもおかしくないですよね、ああいうマスクね。そうですね。だからああ凶悪犯みたいな、えあの凶悪犯だからあり得る、そうああいう人間がいてもおかしくないなって感じ。怖いですね。だから夜銭湯に一人で行ってたんですけど、道歩いててさああいう感じのやつが、もちろん死ね死ね団そのものが出てくるとは思わないですよ、あれはまあ 話だってのは分かるんだけど、ああいう感じの大人がねいきなり出てきたら嫌だなみたいな感じはあったんですよ。やっぱだから子供も自分が見てるのプラスよくできてるので、うん、あのよくできてるってことです。騙してくれてる。そうそうそう。あのちょっと途中までね震えてたぐらい怖かったんで、うん、あのせやか石像になってそうそうそうエネルギー補給するじゃないですか。そうそうそう。あれも弱のね、あのああ石像だとかじゃなくて本当に真剣に見てたんで、だってあれ本当になんかあれハンマーで叩いたら割れそうだもん。ええ、あの怖かったです。であれえなんかえ今攻撃されたら死ぬのかな、うん、どうなんですか。いや死ぬんだよ。ですよね。だから大ピンチなんてあればだから、うん、よくできてますよね、うん、もっと隠れてればいいのに、うん、見えるところであの状態になって、うん、眠くなっちゃうからね。ええ、うん、でやばいやばい怖い怖いって見てみてさ、うん、本気でで、あでも矢で撃たれてませんでした。あそれは忘れちゃったけど、であれは10分ぐらい刺さってるんですけど、一応あの石化してるんで、ああなるほどなるほど、こうやって刺さってるんですよ。こんななってるんですけど、うんうんうん、あの一応あの通ってないんですよ。ああったかもな。で、うん、それも怖いんですけどもうやめてって、もうどうしようって、だって子供なんで解決方法がないんですよ、うん、一回怖くなっちゃうと、うん、腕力もないですしお金もないですし、親には怒られてるし逃げ場がないんですね、うん、怖くて怖くて、本当に、まあ、よくできてるってことですよ。あのなんでこんな怖いがコンセプトにあったんですかね。いやだから自然になっちゃった、ね、多分現実の日本人に警鐘を鳴らしてたんじゃないですか。じゃあコンセプトとして怖がらせてやるって、うん、リアルに子供を怖がらせようっていう意識よりも日本人に気づかせたいってのがあったんじゃないですかね。ああすごい深いですね。途中まではでも途中からさ、はい、シンプルな特撮ドラマになっちゃうんですよ。ああそうなんですか。だから途中から私見なくなっちゃったんだけど、あの敵に塩田トキさんの魔女みたいなのがいて、うん、ダイアナだっけ、と後半曽我真知子さんに変わったらしいんですけど、あ、まあ、それはいいんですけど、そのレインボーマンが弱って、この弱るってところがリアルなんですよ、うん、ライダーにはないことで弱って土の化身に変身して、うん、あの森の土の中に隠れて休憩してたんです、うん、動けないんで土の中で休憩してたんです、うん、それもすごいんですけどね、うん、仮面ライダーじゃないじゃないですかそんなこと、うん、やってたら塩沢時がもうあの体つきで魔女の格好をしているんですけど、ダイアナって言うんですか、忘れてた、確かダイアナだって気がするけど、イグアナ、いやイグアナだっけ、で逃しゃしないよって言うんですよあの顔で、
その覚えてますそのシーン。いや覚えてないけど、あの逃しゃしないよって地面の中にいることは分かってるけど、うん、あの逃しゃしないよって言ってあの顔でですよ、うん、ちょっとこんな魔女みたいなメイクしてて、うんうん、あーわっってやったら鼻が豚になってるんですよ。あ、まあ、付け鼻なんですけど一応その本当の鼻なんでしょうね。あ、そのイグアナからすれば付け鼻って、でおどろおどろしい音がかかるんです。てん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 ってことは分かってたと思うんですけど、5、6歳なんで、うん、怖くて怖くて、私ほら小学生になってるからさ、はい、多分そういうのが逆に嫌だったんだろうな、だから見なくなったと思うんですよ、あの、はい、豚の鼻になったりするのが。最初の頃は、ええ、死ね死ね団っていうのはもうさ本当に普通の人間みたいな人たちが襲ってたから現実味があって怖かったの。ところが後半になるとどんどんさ怪人たちがさ、はい、まあ、仮面ライダーの怪人っぽい感じになっていくわけ。なんか変な能力を持てたりさ、そういう変身能力とか持ってたりね、その豚の腹になったりするのそうだけど、それになってねちょっとあ違ってきたなってなったんだな私は。だからでも何でしょう、なんでこんな弱いんだっていう、あ、寝てるところをその魔女に逃しゃしないよとか言われて、仮面ライダーだったらそんなことないのに。でもなん怖いもの見たさって言うんですか、だそれがやっぱり作り手の思うツボだったんじゃないですか、ね、そうですね、うん、あの要するにヒーローが弱くて話を盛り上げて、そういうことですね、子供を引きつけてっていう。だって仮面ライダーの時より1個か2個年が成長してるはずなのに、もう怖くて怖くて、うん、よくできてるってことですね。まあね、だからダッシュセブンまであるところもすごく好きです。あ、そんなに変われるのって、あ、俺レボーマンになりたいってこんな選べるんだったら何でもできるよと思ってあのあレボーマンになりたいって。でこの何でしょう、この金のやつがいると思うんですよ。金の化身、はい、金の化身って言うんですか。そうなん、これが多分あのなんか何でもできるっていう設定。黄金の化身っつうの、黄金の化身が、はい、オールラウンドみたいで、この黄金の化身の時は飛べるんです、うん、でもちろんオールラウンドはあれですね、あ、白い、そうですね、ええ、で黄金は飛べるんですね、はいはい、でもう絶対黄金、よく子供って俺これとかあるじゃないですか、見た目からかっこいいからね、ええ、で俺これとかいうそういうのがそういう場面あると思うんですけど、ええ、絶対黄金でいいって、うん、だって地面の中にも折れたってしょうがないよとか思うんですよ飛べるしかっこいいし、あ、これ以外いらないんじゃないかなって思ってましたね。他は地味だよね、でもこんだけ選べるって何でもできるなって思って、また違った楽しみでよく考えるなと今思えば、まあね、まあ、ハスはもともと7つの顔の男タラオバンナイから来てるだろうけどね。あ、で7つの顔の男の7つに変わるっていうのを、まあ、超人ヒーローだからそれぞれ違う能力を持たせようっていうところから発想してるんだと思うんですけどもね、うん、でなんかお金がなかったらしいですね、裏話だと。あ、ないでしょうね、もうペラペラなんですよ。そうそう、だからそれで最初の頃逆に現実味があったのよ。あ、うん、あの死ね死ね団のコスチュームとかも実際にああいうのが行ってもお金がなかったんですか。そうでしょ、多分。だけどそれゆえに現実味があったんです。あ、そういう成功の仕方もあるんですね。私にとってはね、お金があったら、うん、なんか豪華な気持ち悪いの出てきて、そうそう、だから戦闘員、ショッカーの戦闘員みたいなさ、はい、ああいう変な全身タイツみたいなささせてたかもしれないけど、それだと逆に現実味ないから、だからそれがあるから芸術は難しいんですよねでこの主題歌、オープニング主題歌なんだけれども、曲調はさ、やっぱり明らかなるディキシーランドジャズですよね。それもそのはず、演奏に